どうもミュートです。今回は、チノパンですね。ユニクロで、買ってるチノパンの紹介をしていきたいと思います。はい、それがですねこちらです。イージーケア2タックチノというものになります。はい、なんでこれをおすすめしてるかっていうと、ですね、普段パンツを買うときってウエストでしか多分選べないかと思うんですね。 SML とか、じゃあ70から76とかそういう感じでしか選べないかと思うんですけど、おすすめしたい理由なんですけども、まず丈の長さですね。丈の長さが選べるんですよ。前回の動画で僕が出した裾を引きずらないようにっていうのがあるじゃないですか。あれなんですけど、まあ裾とかこうまくっちゃうとか切っちゃうとかすればいいかなと思うんですけど、ユニクロさんだともともとウエストとレングスで選べるようになってるんで、ウエストは多分履けばいいんですけど、レングスに関しては分からない部分すごい多いと思うので、なるべくかかとの長さに合わせるようにしてください。そうすればローカットの靴とか履いても多分引きずらないと思うので、ぜひその選び方をしてみてください。一応履いてる感じがこちらになります。はい、実際に履いてるのがこんな感じです。ちょっと斜め上からのアングルなんで見えにくいんですけど、どうですかね、かかと見えますかね、引きずってないの分かりますか。はい、で割と太めなんですよね。これも結構奥行きもあって、あとは前回の動画でも言ったんですけど、しゃがんだ時のこういうところとか、よいしょよいしょ、あと動画だとちょっと分かりにくいんですけど、多少なりともストレッチが効いてます。はい、あとは生地が結構柔らかめなんですけども、シワができにくいイージーケアっていうのを使ってるので、お手入れが簡単です。はい、まあ洗って干してればシワになりにくいで、シワになりにくいってことは丈夫なんですよね。はい、なので摩擦とかにもすごい強いです。僕が持ってるのはこのオリーブなんですけども、ベージュだったりとかグレーですね、あとはネイビー、この3色が一応定番色で売ってます。僕のこのオリーブはなんか知んないんですけど季節限定で販売してたみたいなので、今は多分セール品で取り扱ってるかと思います。はい、どうでしたかね。レングスが選べる、丈の長さですね、選べるのって多分すごい重宝すると思うんですね。なのでこれはすごいおすすめです。やっぱりそうですね、裾上げとかするとお金かかっちゃうじゃないですか。まあ何百円とか、まあ、いいとこに出すと何千円するんですけど、ユニクロのこのチノパンに関してはもともと買う時に気をつければ上げることとか一切ないので、コスパがすごいいいんですね。一応お値段的な部分で言うと2990円ですね。だいたい多分3000円ちょっとですかね、3000円弱ぐらいで買えるものなので、やはりこうコスパが最強です。はい、僕が今まで出会ったチノの中でめちゃめちゃ最強です。なので皆さんもぜひチノパン買うときはユニクロのイージーケア2タックチノを選んでください。ちなみに GU なんですけど、 GU に売ってるチノはユニクロより細いんですよね。なんか知んないですけど細いのしか売ってなくて、あとあんまり伸びがちょっとないです。なのでちょっとまあ時間がある方はユニクロと GU 比較してもらって全然大丈夫なんですけど、おすすめなのはこのユニクロです。はい、どうですかね、参考になりましたかね。また皆さんにこういう動画が提供できるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。それではまた。